髪型ピン止めてるだけだよ。横のピンで顔にかからないようにしてるだけ。二つ結びじゃないよ。の二つ結び。の。こんばんは。二つ結びではないだから二つ結びではないです。これ違うって言ってるじゃないですか。の二つ結び長風呂めっちゃ入った。もうあのね、映画見てたんですよ、お風呂入りながら。そしたら、あ、やばい、これ私配信間に合わないと思って、11時からに変えましたうん、映画見てました。あのあれ見てました、母性っていうやつ、わかる？母性っていう映画見たことありますか？堪能しました。そう、ネットフリックスにあるやつです。ふやけてませんよふやけてません。さ、いつもとカラコンがね違うんだよね。だからなんか変な感じ。なんか目が鋭い感じになる。でもさ、みんなにさ、私が例えば前髪を切って可愛い感じになったって言ったら、確かにそうって言うじゃないですか。前髪切ってないですって言って、また例えば前髪を切ってかっこいい感じにしましたって言ったら、確かにそうって、それも確かにそうって言ってくれるじゃないですか。だから私はだから私はもうあんまりそのマイナスなこと、自分自身
自分自身のマイナスなことを言うじゃないですか。なんか今日服装ダサいんだよねみたいな、あんまりいい感じじゃないんだよねって言ったら、確かにダサいかもってそう言われるから、言わなかったら言われないから、なんかマイナスなことを自分自身であんまり言わないようにしてる、配信で。なんかだからかみたいな感じで言われるから、そういうこと、そう、あ、やっぱりそうだよねみたいな、私が言って皆さんがだからかみたいな感じで言われるから、だからあんまり私は自分から結構ねマイナスなこと言わないようにねしてるんだ。そんなこと。これはね、配信だけの話じゃなくてね、なんか言わなかったら気づかれない自分の中でのコンプレックスとか、そういうの、自分が言ったからそれに気づかれたっていうか、なんか、まあ、言われてみればそうかもみたいな感じで、あの注目されるので、自分のコンプレックスとかに、だから配信以外でもあんまり言わないようにしてる。そう、だから配信でもあんまりなんか言わないようにしてます。この話の意味わかりますか？こんばんは。金曜日か。金曜日。ファンの方からいただいた T シャツです。これは。
面白い話できないかも、みんなに何も。だからすぐ配信終わっちゃうかも。芸人じゃないから大丈夫。そうなんですか。眠くないよ。あ、そう、なんか鳥取のイベントに出ることが決まりました。よろしくお願いします。あれはあれはどういうイベントだったっけ。こんばんは。なんて読むのこれ。地頭急行。珍しいね鳥取。地図急行。地図急行の地図急行に乗るイベント。岡山から特急で4駅で地図駅に着き、そこで
地図駅で踊るってこと？駅前にステージがあるんだ。ほほ、なるほど。え？楽しそう。鳥取行きたい。鉄道ファンが多そう。本当だね。見たことない、鳥取。乗り鉄にはたまらないイベント。おお、私はね、乗り鉄じゃないけどね、あれが好きだよ。路線図見るの好きだから、駅とか見るの好き。調べて写真だけ見る。凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジション、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ、ごめんね。笑ってやんだん、やけどしそうなのにマスティブの。あ、そうなんですか。私ヒゲダンさん鳥取かと思った。島根か。そうか、違うか。あ、でもボーカルの方鳥取ですよね。え、違う。凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジション、そんな大変な思い込みをこじらせてたんだよ、ごめんね。笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ、きっと。なな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 、綺麗事じゃないけど綺麗でできないもの、なな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 。言葉はまるで雪の結晶を、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに、あたりがなななななにで言ってあげてしまうけど、なななななななぶやの輪が、君の胸を震わすもの、愛してるよりも愛が届くまで、おーおーおー、まあなになにね、おーおーおー。この曲でも私ね、2番のサビが好き。そっか、ヒゲダンディズムさん、ヒゲダンディズムさんになりますね。じゃあ私自動休校に行くときは、デレレレンデレンデレレ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 ンデレンデレレレレレレ、あ、間違えた、地図休校デレレレンデレンデレレレレレレ、君とのラブストーリー、それがいつも通り、始まれば
一人芝居だ、ずっとそばにいたって結局ただの観客だ、感情のない I'm sorry、 それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生柄、続きはしないことを知った、もっと違う関係で、もっと違う関係で出会える世界線、出会えたらよかった、もっと違う関係で、もっと違う関係で愛を伝えられたらいいな、そう願っても無駄だから、 Goodbye 君の運命の人は僕じゃない、辛いけどわからない、でも離れがたいのさ、その度に濡れただけで、Goodbye、 それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ、たった一つ確かなことがあるとするのならば、君は嫌いだ、どれもこれもロマンスの定めなら悪くないよな、オカリナオカリナどれもないけれど、とても綺麗だ、チャラララン、チャランチャララ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 ラ、チャランチャラララララチャラララ、そっか、地図急行に行くときはじゃあ私はヒゲダンディズムさんになります。覚えました、地図急行。コナンくん、え、コナンくんの作者の方はもう鳥取なんですか、すごい。テレテテレテレレレテレテテレテレレレテレテテレテレレレテンテッテチラチャチラチラララン、チラチャチラチラララン、チラチャチラチラララン、ダンダン、テレ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 レテテレレ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 レテテレテレテテテテテテテレレテ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 レレテテレレ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 レテレレレレテレテレンデンテ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 レンテレレ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 レテ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 レレテテレレレレレレテレレテテレレ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 コナン君の曲ですか？コナン君の曲って何だったっけ？
いつだって昔の未来なんやろう。タタタタタタララ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 ラ。確かに倉木麻衣さんのイメージがあるかハンドスピナー、すごい。これハンドスピナー買わなくても私クリップで全然ハンドスピナーできる。手あげろ。動くな。なさいって言ってる話せばわかるんだ。お前は何人人を殺してきた。その殺してきた人の中に俺の恋人もいたんだ。お前が殺してきたその数人の中に俺の恋人もいたんだよ。この仇を絶対に、ね、くそ手が震えて殺してみろよ。殺せるもんなら殺してみろよ。お前の恋人なんだか覚えてねえよ。さゆり、お前の敵を撃ってやりたいが、手が震えて撃てねえ。さゆり、ああいたな。ああいたな、さゆりなんてやつ。あいつはあっさり死んでいったよ。よくも俺のさゆりを。
撃つ気もないんだったらその銃を下ろせよ。やめろー。何するんだ。ケンジ、お前何するんだよ。サトル、お前はそれでいいのか。さゆりの仇が撃てたとしても、お前は人を殺すことになるんだぞ。当たり前だよ、こんなやつ死んで当然だ。ケンジ、お前もさゆりのことが好きだっただろ。あ、そうさ。あ、そうさ。サトルがさゆりと付き合ってお似合いだなって思ってたよ。でもさゆりが幸せなんだったら俺はそれでいいかなって思ってたよ。でもこいつに殺された。俺もこいつのことが許せない。ああ、じゃあケンジ、お前の分も一緒にこいつのこと殺してやるよ。頼む、 T シャツも伸びるから胸ぐらをつかむのやめろ。サトル、頼む。サエリはこんなことをして喜ばない。いや、あ、間違えた、サトルじゃない。サエリはこんなことして喜ばない。いや、サエリは喜ぶな。敵を撃ってよくやったって言ってくれるはずだ。サエリはそんな子じゃなかったはずだ。おいおい、二人で嫌なやめろよ。そもそもさゆりってどんなやつだったか正直あんまり覚えてねえんだよ。うるさい、お前はやっぱり俺の手で殺してやる。サトル、やめろ。ケンジ、黙れ。その時、シュワン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 、サトル、ケンジ、サトル、ケンジ、私はさゆり、私の声が聞こえる。さ、さゆり、さゆりの声なのか。確かに私はこいつに殺された。だけどもう復讐なんてやめて。私は天国で猫と美味しいお寿司と一緒にお寿司を食べてもう平和に暮らしてるわ。私、あなたが、サトルとケンジが天国に来るまでまだ時間はあると思うけど、でも私は先に天国で悠々自適な暮らしをしているから。だからサトル、ケンジ、もう復讐はやめて。私は天国でもう幸せに暮らしてる。
あなたたちは今生きてるその世界で美味しいご飯を食べて可愛いペットと触れ合って、私はいないけどでも復讐をして悲しい人生を送るより今の人生をたくさん楽しんで、さゆりにそんなことを言われたら、俺は何をごちゃごちゃ言ってんだよ、何をごちゃごちゃ言ってるんだ俺は帰るぞ、こいつを殺せば、こいつを殺せば、その時犯人は風に飛ばされ屋上から落ちてしまった。その後その犯人は頭を強く打ち死んでしまった。あれ何だったんだろうな、さゆりが飛ばしてくれたんじゃないか、突風を強風を吹かせてくれたんだ。ケンジ、ありがとな。おう、サトルも幸せに暮らせよ。ドラマ ドラマ神の一息、神の一息の風を聞いていただき聞いていただきありがとうございました。全2話ということで、早くもね終わってしまったんですけどもでも私はこのドラマに出演できて本当に良かったです。この経験は絶対に宝物です。もう絶対に忘れることないと思いますうん、凍りついた心には太陽を、そして僕は君にとってそのポジション、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ、ごめんね笑ってやって焼き通しそうなポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよあ、もう12時ですか。42分、42分か、
愛国者劇場ですか。愛国者劇場が続くことはないです。愛国者劇場は多分ね、もう もうしません。誰も求めてないです、愛国者劇場。ピコン。ドン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 。キノコ。スクショタイム？キノコ、この子元気の子。エリンギ舞茸虫しめじんきのこのこのこ元気の子。タタ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 。I have a kinoko. I have a kinoko. Kinoko. I have a kinoko. I have a kinoko. 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 キノコ。ちょっと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 。I have a キノコ。I have a キノコ。キノコ。I have a キノコ。I have a キノコ。キノコ。キノコ、キノコ、キノコ、ツツンツツンツツンツン、しょうもない、やばい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 、しょうもない、やばい、やばい、一番しょうもないかも、私これ、今日今人生で一番しょうもない、やばい。
レレ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 。私さ、ここら辺ちょっとね、なんかね、短く切ったんですよ。からなんかわかる？ちょっとこうしたらボブなんですよ。ボブに見えるんです。でも後ろは長いんですよ。でてててて。でれれれれれ。でれれれれれ。でれれれれれ。でれれれ。よっ。でも髪の毛を下ろすとちゃんとロングっていうね。レイヤーをね入れたんですよ。だからここら辺はまだもっともうちょい長いけど、これもちょっと短いで、ここが一番長い。だん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 短くなってる髪型です。これをレイヤーと言います。髪をパーツンでちょっと重いショートカット、この星を私色に変えられる気がする、あいつのことなんか気になるのよ、ドゥンドゥン。いっぱい恋して、いっぱい笑って、いっぱい友達作って、そしてできるならば、やっぱあいつと腕を組んで世界中を旅したい。これはスマイレージさんのショートカットっていう歌です。皆さん、私そろそろ配信終わってもよろしいでしょうか。皆さん、みんな聞いてる？聞いてる？みんな、あーよー、おーあーいーうーえええー、おーあーいーうーえーおーでももうみんな寝ていい？私ねえ、いいですか？もう寝るよ。
嫌だって言っても私は寝る。ドラマママママ、ドラマママママ、 Girl in the bed、 Girl in the bed、 ドラマ、ドラマママママ、ドラマママママ、寝るしじゃったっけ、ドラマ。皆さん、私はどう生きていくべきですか？私最近自分が自分わかんないんですよ。そう、なんか自分が自分で分からなくて、そう、なんか本当の自分ってなんだろうって思って、なんかそれをね、今自分への理解を深められるようにしてるんだけど、なんかこんな自分でも自分が分かってないのにどうやって生きていけばいいんだろうって思って、どうしよう、なんかね、悩んでるってことなのかな、これって。なんか別に、なんて言うんだろう、十分幸せなんだけど、十分幸せなんだけど、でも私ってなんか一体何のために生きてるんだろうとか、一体誰のために走り続けてるのかって感じで、なんか自分は何なんだろうって思って、人との関わりで見えてくる。わかんない、私人と関われば関わるほどわからなくなってくる、わかんなくなるんだよね、なんか自分、本当の自分がわからない。なんかこうやってふざけた自分もいるし、真面目な自分もいるし、もっと外に出ていろんなことしたい自分もいるし、でも内向的な
自分もいるし、わからないんだよ。だから本当の自分ってなんかわからなくて、そんな状態でどうやって生きていけばいいんだろうって思って、そう、誕生日ます。13位ソリオさん、12位ラベラベ所長、11位ポクレンパサラン、10位サーポン、9位マグ、8位クトカノタカ、7位ハイキ、6位おてもちゃん、5位クジマサ、4位ジャボテン、3位ケンケン、2位シロフクロ、1位シンゴ。ありがとう、いろいろやってみればいい。そうなのかな、なんかいろいろやればやるほど自分を見失うというか、なんだか分からないです、自分というものと、そしてこれからどう生きていくことがいいのか。それではおやすみなさい。